って感じなんですけど、はい、とりあえず頑張りたいと思います。当日までにはしっかり頑張ります。頑張る。当日その本番にはちゃんと間に合わせます、もう全部いや普通にもういつでも私はぶっ倒れれるっていう状態今うん、本当に所沢応援欲しいよね。そうですね、せっかくもうでもいやーそうですね、せっかくやるんだったらって感じですけどまああと衣装がねちょっとなんか、まあ、まだなんかそのこれっていう確定ではないんですけど、衣装が普段見れないものになるかもしれませんっていう感じなので、もしかしたらまあでもみんなも、いやフェスって本当ね、お財布と相談って感じですもんね。ドボンライブもあったり、公演いっぱい出てたるから公演やったりとかね、みんなも来たりとかしてるから、お財布ともちょっとしっかりと相談してもらわないといけないかなみたいなところはあるので、私も一概に絶対に来てくださいとは言えないんですけどって感じですかね。配信とかないのかなね、うん、でもまあ本当にそんな感じですかね。所沢に関してはまだ何もやってないから正直ちょっとちょっとわかんないんですけど、何もまだできない。うん、もう時間がない、時間が欲しい、時間でも時間があってももうって感じなので、いやでも時間は欲しいです普通に。えなんかもう何から始めたらいいか本当に分かんなすぎて何にもできないもう今やばい。でも暇な3日間を過ごすより忙しい3日間を過ごした方が私は嬉しいので頑張ります。そう、どれも失敗したら次呼んでもらえなくなるかもしれないので、ちょっとそれだけは嫌なので全部成功させて、ピョンズにも他のファンの方にもあのスタッフさんにも仕事できるじゃんって思ってもらえるように、あ頑張ります。はい、マジもう幽体離脱しそうって感じ本当に、うん、でも食欲はめっちゃあるのではい、元気ではあります。これで多分食欲がなくなったら終わりだと思うんですよ。そう、なんか何かで聞いたんですけど、そのストレスがその
なんでストレスが溜まってしまっても睡眠とか体力とか、なんか体力だったりとか食事とかの分でその補って脳に満足感を与えるのがいいみたいなのをどこかで聞いたんですね。テレビだったか YouTube だったかちょっと忘れたんですけど、そうだから私はでも睡眠する時間はないから、いやあるんですよ、ちゃんと睡眠はとってますけど、その普段の運時間睡眠よりも全然寝れてないので、そこではもう補えないってことで、もう私は食欲に全振りしてるのでドボンライブでぽっちゃりしてても許してください。はい頑張って26日以降に痩せますはい、ニックさんミラーボールありがとうございます。マジさんハートありがとうございます。ミラーボール4つ、昨日の分もね計算して、で前の分も残ってるのあって、あと17かな、今日で17個。何歌ってたっけ、脳幹歌ってた、でもどこまで歌ったか覚えてない。サプライズレバーさんミラーボール4つありがとうございます。トラックエローさんミラーボール2つありがとうございます。4+6=10、4+2=6=23、やばい、どこまで歌ったっけ、こっからだ。はじめましてと言って猫かぶってキラキラした目で見て純情そうに、そしたらそばの友達が言う、ウォー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 、私の彼氏よ、ふー、夢にまで見た王子様よで話しくじいた勇み足で、恋はいつも椅子取りゲーム、出会って気にしておのおかん、恋人ができないなんて四六時中、あの子はずっとこぼしてたフェイント、あれはわざと油断させたの、生き残る知恵としてしまった、てってれてれてってれてれ、だ誰かだ誰かが誰かのものなんてないない、愛いてもっと浮気者意義あり、奪い取って誰かが泣けば優越感半端ないね勝利、めっちゃえぐい歌詞だな逃した獲物たち余計欲しい、トラウマもいいものよ強くなれる、本当は何も覚えていない、ウォー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 、釣ってないってば、夢にまで見た王子様よ、過去の恋愛はどうでもいい、未来のことはこの今から、全てを忘れておのおか、竹兄さんミラボラありがとうございます。これで今何個歌ったんだろう、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、あ、違う、あ、数の分かんなくなっちゃった、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、歌った、あと10個。夢にまで見た王子様よ、ささ
こっち向いて、今まで出会った男の子、恋して破れて、おお夢にまで見た王子様よ、どうにかこうにか見つけたのに、ちょっと先に出会っただけで恋人認めるおのか。おーい、終わった。ありがとう。これであと4つ。じゃああと4つは貯めます。ちょっとドボンライブ終わりまで貯めますね。でドボンライブのセットリストを歌います。このあと来た、またもし来たらミラーボールが、ドボンライブ終わりまで貯めたいと思います。はい、イエーイ。ドキドキセットリスト、ドキドキ、眠たい、うん、眠たいけど、この後はまあピョムービーを撮って、明日やらなきゃいけないやつをやって、いや先にお風呂入ろうかな。どっちがいいんだろう、先にお風呂入るか、ピョン、やらなきゃいけないやつをやるか、どっちがいいと思いますか。明日は22日のフェスのレッスンがある。うん私の災難聞いてください。明日22日のフェスのレッスンがあって、明後日ドボンライブの投資があって、イベントの当日で、で次の日の公演の前にレッスンがあって、公演の公演のリハがあって、2回公演して次の日ドボンライブります。もうやばい、何、本当にそう、マジ頭こんがらがってるんですよね。どれをなんていうの、そのフェスのレッスンが明日あるんですけど、でも明後日ドボンライブの飛ばしがあるから、もうそっちもやらなきゃいけないし、もうって感じですもう頑張ります。その公演のさ前のレッスンがやったことある曲とかだったらまあできるかなと思うんですけど、やったことないからそれの振り起こしもしなきゃいけない。はい、1273日ありがとうございます。ということでランキング読みたいと思います。ありがたい、忙しいことはありがたい、これからも頑張りよう日本。いきます。しかも公演ってリップグロス披露します？終わった終わった。はい、いきます。1位サプライズレバーさん、ありがとうございます。2位トラック野郎、あとゴリーさん、ありがとうございます。3位ニックさん、ありがとうございます。4位太郎さん、ありがとうございます。5位カズさん、ありがとうございます。6位おーちゃんゼロ、レミグミーさん、ありがとうございます。7位たまごさん、ありがとうございます。8位しげちーさん、ありがとうございます。9位ぬわおさん、ありがとうございます。10位レンさん、ありがとうございます。11位ヒロロさん、ありがとうございます。12位ケンアットミネミッパンタイさん、ありがとうございます。13位モモゾウさん、ありがとうございます。そして本日のラッキーと88位はダブさんです、ありがとうございます脳みそお願い、誰か脳みそもらっていいって感じ、マジ誰かの脳みそマジ欲しい、本当に。まあ、とりあえず明日は何からやったらいいんですか、教えてください、何からやったらいいと思いますか。明日のやつを見る、それともドボンライブのやばいやつ
もうどうしたらいいんだろう。とりあえずピョムービー撮るわ。ということで、それではまた、明日はお昼過ぎにしかちょっと配信ちょっとできない。まあレッスンが巻いたらもしかしたら、じゃあ無理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 、レッスン巻いたらドボンライブのあのやつやるから無理、ごめん、そうします、すいません、明日はお昼、いやもうここあと4日はちょっと許してください、私のこの短時間配信を、本当にすいません、ごめんなさい、許して、頑張ります。それではおやすみなさい、ありがとう、またね、ピョンムービー撮ります、あ嬉しい、忙しい、頑張ろう、みんなが頑張れって言ってくれるから頑張ります、ありがとう、おやすみ、バイバーイ、ありがとうございました、ピース、イエイイエイイエイ、頑張るぞ、あーわーへっ